じゃあ、まず皮から始めましょう。ええ。ボウルに小麦粉と塩を入れて、お湯をこうやって少しずつ加えながら、箸で混ぜます。じゃあ、ちょっとやってみてください。こうね。ええ。手早く、さっと混ぜてください。そうしないと、塊ができますから。はい。それから、手でよくこねてください。えっと、 これくらいでいいかなああ、それじゃあまだ足りませんね。耳たぶよりちょっと硬くなるまで、あと5、6分くらい。はい。さあ、そろそろいいですね。じゃあ次は表面が乾かないように、濡れた布巾をかけて30分くらいそのままにしときます。30分ね。はい。じゃあ次は具ですね。 野菜を洗ってこんな風に細かく切ります。ああ、みじん切りね。ええ。この野菜をぎゅっと絞ってボウルの中でひき肉とよく混ぜ合わせます。その後は調味料で味付けします。じゃあ、あとは皮に具を包んで茹でるだけね。ええ。今日は中国式の包み方を教えますよ。お願いします。 さあ、そろそろ出ようか。あ、小川さん。これは私が払います。いいよ、僕がおごるから。でも、小川さんにはいつもごちそうになってばかりいますし、今日は私に払わせてください。いいよ、今日は僕が誘ったんだから。そうですか申し訳ありません。じゃあ、ごちそうになります。どうもありがとうございます。 あ、もう一時五分前だねそろそろ戻らないとああ本当ですね行きましょうか今日は私が払いますえいいよ僕が払うよいやたまには私に払わせてくださいいつもご馳走になっていますからそうじゃあ悪いねそろそろ行こうかそうだね すいません。お勘定をお願いします。はい。ありがとうございます。ビール大瓶が3本で1200円。焼き鳥が2皿で500円。じゃあ、割り勘にしよう。うん、そうだね。6720円になります。えーと、細かいのがないから、僕が出しとくよ。1>, 1万円お預かりいたします。3280円のお返しです。 どうも、ごちそうさま。ありがとうございました。じゃあこれ、僕の分、3360円。うん。あれ、李さん、床屋行ったのいえ、友達にやってもらったんです。日本の床屋は高くてとてもいけません。3000円はするでしょ床屋によって違うけど、普通そのくらいはするね。 中国はいいくらぐらぐそうですね上海では日本円でいうと300円ぐらいかなじゃあ日本の10分の 1? そうなりますね映画なんか500円ぐらいで見られますよ日本では2000円ぐらいだから中国の4倍だねでも一番違うのは住宅じゃないですか この間、新聞広告で見たんですが一戸建ての値段が8,000万円って書いてありましたよそうなんだこの辺は電車や車で町の中心にすぐ行けるから家も高いんだよそうですか田村さん日本のスーパーには輸入物がたくさんあるんですねえビとか野菜とかそうよ D さんの国からもいろいろ輸入してるでしょそうですね45年前と比べても日本への輸出はぐんと増えたらしいですよへえそうそれに量だけじゃなくて以前と違って種類も増えてきてるようですよあそうそうこの間テレビで言ってたけど日本はこれからますます輸入に頼っていくようになるだろうってそうかもしれませんね ごめんください。はい。どなた様ですか隣のアナンです。あのー、カラオケの音がちょっと大きいんですが、もう少し小さくしてもらえないでしょうか。あ、すみません。気がつかなくて。すぐ小さくします。お願いします。すみませんでした。おはようございます。おはようございます。 夕べはどうもすいませんでした。いいえ。私は夢中になるとつい声が大きくなっちゃって、本当にすみませんでした。いいえ。あ、佐々木さん、帰ってくるの待ってたんですよ。あ,あ、佐々木さんの部屋から煙が出て大変だったんですよ。え？アイロンをつけっぱなしにしてたでしょう中に入ってみたら。 アイロン台が焦げていてもうちょっとで火事になるところでしたよええ本当ですかどうもすみませんでした本当に気をつけてくださいよ火事になったら大変ですからねはいこれからは気をつけます本当に申し訳ありませんでしたどうも遅れてしまって申し訳ありませんあっさん どうしたのみんな待ってるよすみません。ちょっと忘れ物に気がついて取りに戻ったものですから。そうか。でも電話ぐらいするもんだよ。はい。途中で電話しようと思ったんですが、なかなか電話が見つからなくて。そう、わかった。じゃあみんな待ってるからすぐ行こう。資料揃ってるね。はい、揃ってます。 そのコートかっこいい。よく似合ってるね。そうありがとう。いい色ね。この色好きなんだ。軽そうだし。うん、軽くて着やすいんだ。高かったでしょううん、まあちょっとね。給料なくなっちゃった。小川さん、おしゃれね。いや、それほどでも。いやー、D さん、うまいね。いえ。 とんでもありません。本当に上手だよ。プロの歌手よりうまいんじゃないいや、そんな。本当本当。リーさん、中国でもいつもカラオケに行ってんのいや、そんなに行ってませんよ。そう。僕なんかいくら練習しても下手だから、上手な人がうらやましいよ。い,いえ、伊藤さんにはかないませんよ。さあ次。 伊藤さん歌ってくださいリーさんの後じゃ恥ずかしいけどじゃあ一曲だけ待ってましたマーさんお国ではどういう仕事をしてるのコンピューターのソフトウェアの仕事ですそう具体的にはどんなことをするの銀行のオンラインシステムの開発をしてます 難しそうねそれには何か資格が必要なの私の会社では特に資格がなくてもできますでも例えば情報処理技術者の資格を持っていればもっと有利なんですよそう日本人は一つの会社にずっと勤めるって本で読みましたけど伊藤さんもそうですかうん。 一般的にはまだそうかもしれないけど、私の場合はちょっと違うんだ。いわゆる転職組なんだよ。ということは、以前他の会社に勤めていたんですかそう。リさんは私も伊藤さんと同じですよ。確かに、一つの会社に長く勤めるってことは難しいですね。働きがいがあって、人間関係もうまくいって、給料がよくて 全て良ければ別ですがリーさんでもそんなとこってないでしょうまあめったにないでしょうねそういうわけで今の会社は3回目の職場なんですで今の職場には満足してるええー、まあいろいろありますけど一応満足していますそれは良かったね この辺は大きい家が多いね。うん、そうだね。ああ、そういえば、お川さ新しい家買ったんだってうん。一戸建てだろうああ、でも、うさぎ小屋だよ。そんな。間取りは 5LDK。うらやましいな。庭も広いのいや、猫の額みたいな庭だよ。 まあ、今まで住んでたとこはゴミゴミしてたけど今度の家は郊外だから緑がたくさんあっていいよああ緑があると本当にホッとするよね佐々木さんも一度遊びに来てようんそのうちぜひおはようございますあれ伊藤さんずいぶん早いですねおはようもう1時間も前から来てるよ えそんん。なに早くうん、ラッシュを避けて朝6時前に家を出てくるんだ、はい、え6時なんでそんなに早くすごいんだよ朝のラッシュってもう死にそうなぐらい会社に着くとクタクタだよそれに1時間以上も座れないから足が棒みたいになっちゃうし佐々木さんはどこに住んでるの 私はそこのそば屋の裏ですえなんだ目と鼻の先じゃないかええ近いのはいいんですが前が広い道路ですからトラックなんかが通ると地震のように部屋が揺れてでも通勤時間がゼロに近いのはいいなだけど週末の晩は暴走族が走ってイライラしますよその点伊藤さんは郊外だからいいですよねうん 周りはまだ自然がたくさんあるからね。でも週末はだいたい疲れて家でゴロゴロしてるよ。あの、すいません。はい、何かこの資料なんですけど、漢字が多いので、ほとんど読めなくて困っているんです。ああ、そうですか。漢字は難しいですからね。はい。それで前もって読んでおきたいので、できれば資料を作るときに、 振り仮名をつけてくださると助かるんですが。うーん、それはちょっと時間もないしね。じゃあ、どうしたらいいでしょうか。そうですね。毎日実習の前に私が資料をゆっくり読むから、アナンさんが振り仮名をつけるというのはどうですか。ええ、助かります。じゃあ、よろしくお願いします。あの、 ちょっとご相談があるんですがはい、何ですか社員食堂のことなんですけど食事の時にタバコを吸う人がいますよねええあの、私タバコの煙がダメなんですうんそれで食事中だけでも禁煙にしていただけないでしょうかうーん、そうですね確かに他の社員からもそういう意見が出てたな 隣でタバコを吸われると気分が悪くなるんですよね。でも、食堂を全部禁煙にするのは難しいな。じゃあ、例えば禁煙席を作っていただくとか。うん、そうだね。じゃあ、次の課長会議にそのことを出してみましょう。ええ、ぜひお願いします。アナンさん、富士登山のこと、井上さんから聞いてきたよ。 どうだったえっと新宿から高速バスで富士山の5合目まで行ってそれから歩いて登るのが一番簡単じゃないかって新宿からバスが出てるのだったら便利だねでもバスは交通渋滞に巻き込まれることがあるそうだよ新幹線ならその心配はないけどどうする荷物もあるし乗り換えも面倒だから。 バスにしようよ。うそうだね。じゃあ、バスにしよう。で、富士山までどれくらいかかるの五合目まで高速バスで2時間半、それから頂上まで歩いて5、6時間だそうだ。2時間半足す6時間か。片道で8時間半もかかるんじゃ、日帰りは無理だね。うん。 だから8号目で山小屋に泊まって朝早く登るのが一番いいって日の出が見られるからそうじゃあそうしよう富士山の日の出は素晴らしいって聞いたから楽しみだないらっしゃいませあの東北の方へ旅行に行きたいんですが東北地方でございますねいろいろなコースがございますよ。 何名様ですか大人二人です。ご予定はいつ頃でしょうえっと、来月の10日から3日間なんですが。来月の10、11、12日まで、2泊3日でございますね。はい、そうです。で、どんなところがよろしいですかあの、有名な観光地と温泉に行ってみたいんですが。そうですね。 でしたら、戸和田湖遊覧と温泉ツアーというのがございます。パックツアーになっておりますから、ぐんと割安ですよ。こちらのパンフレットをご覧ください。良さそうですね。で、費用の方は全部でいくらぐらいになりますかはい。新幹線とバスの交通費と、それに宿泊費など入れて、お一人様4万9千円になりますが。そうですか。じゃ、 これでお願いしますどうもありがとうございます課長最近一戸建て買われたそうですねうん今までよりだいぶ遠くなったけど実は両親を田舎から引き取ったんだよああそうなんですかうちの両親は田舎の人間だからマンションじゃかわいそうだしね確かにそうですね 小川君のところは、ご両親は？うちの両親は大阪に住んでいるんです。あ、そう。でも、いつかは一緒に住まなきゃならないだろ。そうですね。でも、なかなか難しいですね。東京の住宅事情のことを考えると。でも、ご両親は一緒に住みたいんじゃない。いや、狭いとお互い、いろいろ気を使わなくちゃならないですからね。 両親も今は別々に住む方が気が楽だって言っていますしまあ元気なうちはいいけどねええだんだん足腰も弱ってくるからねええそうですけどうちは共働きですからなかなか難しいんですよああそうかあそろそろ事務所に戻ろうお母さん残業 うん、片付けなくちゃいけない仕事がたまっててね大変だね佐々木さん実は僕今度転勤なんだよえ転勤うんそれがすごい田舎なんだよへえー、そうでもいいよ田舎は水もおいしいし空気もきれいだしでもやっぱり僕は都会の方がいいな そうでも田舎の方が住みやすいよ物価も安いし家も広いしうんだけど子供の教育のこともあるしねでも田舎の方が子供の健康のためにはいいよ確かにそうかもしれないけど受験のことを考えるとやっぱり都会の方が有利だと思うんだよねまあそれはそうかもしれないけど。 僕なんか田舎生まれだから、やっぱり田舎の方が好きだな。うーん、そうだね。きっと子供にとってもいいと思うよ。そうだね。まーさん、悪いけど、そこの空き缶取ってくれるいいですよ。今日はゴミを出す日なんですかええ、燃えないゴミを出す日なのよ。空き缶とか、 瓶のふたとかの金属ね。そうですか。ゴミはどういうふうに分けるんですかそうね。ところによって違うようだけど、この町ではまず燃えるゴミと燃えないゴミとに分けるの。それから燃えないゴミも金属類とかガラス類とかに分けて、それぞれ決められた日に出すのよ。ゴミの種類によって出す日が違うというわけですね。 ええそうなのあそういえば駅前の団地の中を通っていたらタンスとか自転車とかいろいろ出ていましたああ粗大ゴミを出す日だったのねまだ使えるのにもったいないですね本当にそうね私の子供の頃はそんなことなかったのにあマー、まあ、さんついでにこの空き缶玄関のところまで持って行ってくれないええいいですよ 田村さん、どこへ行くんですかそんなに缶ビール持って。スーパーよ。えこれ空っぽなの。スーパーにアルミ缶収集機っていうのがあってね。それにアルミ缶を入れるとお金が出てくるの。2個が1円の割合でね。へえ、面白そうですね。僕もちょっと見てみようかな。ほら、ここよ。 アルミの空き缶はこちら。なるほど。あ、牛乳パックも再利用されて、トイレットペーパーに生まれ変わるんですね。ええ、そう。それから、このペットボトルからは化学繊維ができるの。そして、いろいろな衣類を作るのに使われるのよ。それは素晴らしいですね。このままだとゴミですからね。 これからはできるだけリサイクルしないとゴミだらけになっちゃうからね。そうですね。